チャンネル登録者1000人突破ありがとうございます。まーす。ガタックでーす。大爆地。やったー。塩ヘッダーやるでーす。どこやねーん。ここパプアニューギニアー。じゃあホラゲもやるかー。やらないよ。ホラゲ、絶対やらないよ。なんでそんな冷静なん。これあれだ、学校でちょっとはしゃいでみたら周りに、うわーこいつがやるかーって冷たい目で見られた時の感情だ。経験者、こういう導入はどうかな。お、いいじゃないか。ひひひひひひひ。どうもー。ゆっくりマリサです。今日も楽しんでやっていきましょう。あ、結局今日もホラゲやるのね。たまにはマリサがプレイしてもいいと思うんだけど、普通に無理です。ほらこのタイトル画面の壁の色マリサ色多いよ。それ言ったら世の中にあるもの大概私色じゃねえか。それは自意識過剰だけどね。はぁ、それじゃやりますか。もうやばいじゃん。英語が出てくるホラゲはまずいって。私たち英語のホラゲしかやってきてねえよ。このゲームはどんなゲームだっけ。古い家を1000ドルで購入したんだけど、それには当然の理由があるようで、という感じのストーリーだぜ。あ、はいはい、理解した。絶対ろくなこと起きないじゃん。まずおかしいもん。段ボールだけの部屋があるの。それは別にいいだろ、主人公の趣味だよ。趣味。趣味なの。そっちの方が怖いんだけど。段ボールってそんな美味しくないらしいよ。なんで食べる前提なんだよ。住む前提に決まってんだろ。家あるのにホームレスなの。うだうだ言ってないでいいから、さっさとやれよ。というわけで、すでに主人公が狂ってるんだけど、このホラゲやっていきます。露骨にやる気なくしてんじゃねえか。せっかく節目の登録者数なんだから、テンション上げていけよ。うおー、ここの扉は開かないでー。キュー。あ、ごめん、やっぱいつも通りで頼むわ。はい、わかりました。悪かったって、新鮮な段ボールを持ってやるから許してくれよ。私は段ボール食わねえよ。しかもその段ボール絶対さっきの部屋のだろ。お、ここは寝室かな。堂々と無視すんなよ。ところで私は何すればいいんだ。左上になんか書いてあるぞ。なるほどなるほど、ご飯を食べにキッチンに行けと。ここは寝室だから移動しないとな。自分で行けや。お前が行くんだよ。わかっとるわ。なら行けや。ほらマリサ見てみなさい。天井ぐるぐる回るやつと、ベッド横にある扇風機との速度の差、普通逆だよね。あ、確かに。あかーい、ダンボールを食べたくなってきたー。霊夢正気に戻れー。は、危ない。ダンボールを置かずにダンボールを食べるところだった。ダンボールは主食でも主菜でもないからね。っていうか今の何だったんだ。ふふ、今回も私を楽しませてくれそうだ。あんな驚き方しといてよくそんなこと言えたね。とりあえず手前の部屋から見ていこうか。ここはリビングかな。ふーん、なるほどね。完全に理解したわ。何がわかったんだ。この部屋リビングでしょ。私の推理通りなら最後の部屋はキッチンだろ。いや当たり前だろ。消去法的に最後の部屋はキッチンだから。ま、マリサもなかなかやるね。小五郎でももうちょいマシな推理あるからな。その小五郎って人は名探偵や。なんだまたジャンクスケアか。ダンボールって美味しいなぁ。霊夢大丈夫かー。もうやりたくないです。30秒前まで結構生きったこと言ってたよ。気のせいじゃない。ふふ、今回も私を楽しませてくれそうだ。これは何かな。あれだよ、若い頃の過ちってやつ。30秒前は若い頃って言わねえよ。いやね、こんなジャンスケで攻めてくるとは思ってなかったんだよ。ホラゲくんさ、いい歳なんだから事前に連絡とかできないわけ。ホラゲに何求めてんだよ。まあそうだよね、親とホラゲは選べないもんね。校舎は選べるよ。自分の意思でのみ選べるよ。あれあれ、マリサちゃん見てよ、このキッズアを食えってことかな。キッズアやめて。その言い方私の気に障るから。ごめんやん。そんじゃあいただきまーす。おい、おかしいだろ。なんだよ急に。何に怒ってんだよ。ピザの食事シーンがないんだが。あるわけねえだろ、さっきからホラゲになんてもの要求してんだよ。あ、タスクが更新されてるよ。ふむふむ、なるほどな。寝る前にトイレに行けだって。トイレは見てないけど多分リビングかな。タスク系ホラゲの寝る前にトイレに行け率の高さすごいよね。言われてみればそうかも。こんなんもう脅かしますよって言ってるようなもんだからね。私は驚きませんよ。もう驚く気しかしないんだけど。今まで何本ホラゲの動画上げてきてると思ってんだ。いや、これで5本目だけどね。任せてくださいよ。ともかく任せてくださいよ。その様子じゃ絶対無理だろ。フラグにしか聞こえないのよ。てかいい加減トイレ行けよ。こういう探索もホラゲの醍醐味でしょ。まあ言ってることは正しいんだけど、顔がすっげー腹立つ。一応これ真顔なんだけどね。どうでもいい話は置いといて、特に何もなさそうだし、トイレに行きますか。さっきも言ったように、こんな盛大な振りに引っかかるわけないんですわ。じゃあちょっとでも驚いたりしたら、肘で飛び膝蹴り食らわすからな。え、どうやって。ジャンスケよりそっちの方が怖いんだけど。霊夢ちゃんは膝でラリアットをご所望かな。だからどうやって。そんじゃさっさと出しますか。やったね、前に言って。いやーなんかすごかったね。あ、勢いがとんでもなかったな。勢い？うん、しかも汚すぎる。どっちかというと綺麗系だと思うんだけど。今のはさすがにな。まあ実際毎日出る人もいるんだけども。毎日出る？え、それってどこで。普通に家のトイレとかだろ。絶対引っ越した方がいいよ。別に引っ越す必要はないだろ。生きてたら出るもんなんだし、家に限らず出る時は出るんだから。そうなの？いやもう私家から出れないよ。それってどんな風に出るの？そらお前ブリブリって。ブリブリー？ちょっと私でそう出し出してくるわ。出さないで出さないで。それじゃタスクにも寝ろって書いてるし、寝るか。寝たら何が起きるんだろうな。なーんか嫌な予感しかしないんだけど。まあ普通に考えて、あの人形が出てきそうだけどな。もし出てきたらマリサどつき回すからね。なんで私なんだよ。せめてどつくだけにしろ、回す必要ないだろ。なになに、ちょっとマリサ人が寝ようとしてる時に一人で大爆笑しないでよ。いや私じゃねえよ。ちゃんと後ろを見てみろ。え、後ろ。おー、なんでチャッキー。今までチャッキー要素皆無だったよね。じゃあお前もいるんかーい。あー、ねえ情報量多いよ。ちゃんと説明しろ。私が知るか。切れるな。
次は捕まらないよ。もう予習済みだからな、頼むんだぜ。次に進展があるまでショートコントでもしてくれる。いや無茶ぶりすごいな。じゃあショートコントカレーや。カレーください。カレーですね。カレー抜きで。カレーいらん。はい、人形送るよ。それで最後までやらせろや。さてここで別れ道だ。今日のラッキーアイテムは左。癖強い運勢占い見てんな。おベッドだ。ここでもう一回寝るとかか。いや何もできないや。あ、どうも。次は右ね、間違いないよ。マリサもう一回ショートコントお願いできる。いややらねえよ、さっきのも微妙な反応だったし。あーまあ面白かったんじゃない。お、ほんとか。じゃあこれからどんどん使っていくぜ。なんか申し訳ない気がしてきた。まあいいわ。ところでこれどこに向かってるのかな。確かにそれはそう。いえいえ。はい、こんにちは。はあはあ、怖くない怖くない、もう慣れたもんですわ。さっきからずっとジャンスケばっかで忙しそう。よし、あれはゴールでしょ。あ、待って、結構足早いな。いや、なんで後ろ向いたんだよ。ともかく逃げれたっぽいし、セーフ。なんで？てか何がアイムチャッキーだ。私はゆっくりレイムだぞ。ゆっくりマリサだぜ。いや待って、これ何？まあなんか生きてるみたいだし、いや夢落ちってことだろうな。ほんで次は何すればいいんだ。一応タスクは更新されてるぞ。お、ほんとだ。ご飯を食べにキッチンに行けと。どんだけ飯食うねん。さっきから飯しか食ってねえよ。いやそんなことねえよ。結構ヤバい奴に追いかけられてたじゃん。てか腹減ったんだろ、飯くらい食わせてやれ。というわけでキッチンに向かう前にリビングに寄ってるんだけど、特に変化はないかな。ほんじゃキッチンに行きますか。ジャンスケが来そうな予感がしますが、今の気持ちはどうでしょうか。そうですね、非常にブルーな気持ちです。めっちゃ気持ちが表に出るタイプじゃん。あーごめんごめん、次は字幕がブルーになってんだわ。よかったー。ジャンスケはなさそうだ。これで一安心だね。この状況は全然一安心じゃないけどね。まだ確証はないし。確証しかねえんだわ。でもこういうでしょ、目に見えるものが真実とは限らないって。今現在目の前で確証取ってんだよ。さてこんな状況だけどどうすればいいのかな。ご飯は食べられそうにないしな。あ、タスク更新されてたわ。はいはい、なるほどな。人形をリビングのゴミ箱に捨てろだって。ゴミ箱に捨てるだけで大丈夫なのかな。除霊とかした方がいいんじゃないの。私そういうの詳しくないけど。いやお前はそういうの本職だろ。そんで目の前にあるのが人形ってわけだけど、このサイズ感だとなんか可愛く見えてくるね。まあそうだけど、こいつが今の状況の現況だけどな。どうする？持って帰ってみる？どう考えてもヤバいだろ。私毎晩チャッキーに追いかけられたくないよ。そうだよね。これを持って帰った日には、持って帰った日には、マリサの身に。おいふざけんな、なんで私に被害があるんだよ。マリサの立ち絵が黒雲になります。黒雲。確かに色は似てるけど、せめてもっとかっこいいポケモンにしろ。これマジでどうやって持つんだろう。さっきは勢いでしのいだけど、もう苦しいぞ。やめたいなそれ。で黒雲。本当に黒雲になっちゃったよ。あ、右クリックで持てそうだ。おい、ちゃんと説明しろ。動画終わったら戻るよな。戻るんじゃないかな。なんで疑問系なんだよ。人か黒雲かは生活結構変わるよ。一旦落ち着いて、動画進行しそうだからさ。わかったんだぜ。無事に持てたわけだから、さっさとゴミ箱に捨てに行きましょう。早く終わらせて、いつもの姿に戻らせてくれ。あれ？どうしたんだ？さっきまで人形持ってたのになくなったんだけど。この数秒間に何があったんだよ。天井ぐるぐる回るやつがある家には一生住みません。あれには何の責任もないよ。そんなことより本当に見つからないんだけど。え？こんな積み方ってある？5分後。何の成果も得られませんでした。もう一回チャッキーから逃げ回ってきたよ。ついに現実にも影響を与えてきたか。飛んだ特急呪物だな。10ゼロで自己責任だわ。次は絶対に離さないから。え？霊夢そういう趣味なの？ちげえよ。黒雲の面で顔をあからめるな。黒雲は関係ないだろ。てか今回本当に最後まで黒雲なの？なんとかなるって。いや怖いよそれ。よし、ちゃんと持った。あとは慎重にリビングまで行くだけ。もう動きがちょっと不安なんだけど。あれがゴミ箱だ。ちゃんと入ったけどどうなるんだ？これで終わったらイージーゲームだけど。本当に終わったわ。うちの動画の導入くらい雑だな。というわけで本当にあれで終わりみたいです。え、マジで？大マジなんだなそれが。まあ消化不良感はあるけど、驚き度で言えば相当高かったかな。確かにそれはそうだ。そんじゃここまでのご視聴いただきありがとうございました。ほなまたー。またなー。